この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリホーム、手打ち麺自家製生麺の超デーゴア、かわいいがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球主号伝説の有限会社下もじの提供でお送りいたします。 皆さん、こんばんは。7月28日、第17回目、ドラゴンアイズがスタートしました。根っこは沖縄、視野は世界へ。この番組は、南の島に住む4人のパーソナリティが繰り広げる、リスナー参加型トーク番組です。今日も、このスタジオから、あなたのもとに、ドラゴンダーイということで、パーソナリティの紹介です。まずは私から、 えー、カリカリ梅大好き5つの国の地が流れる一人グローバルの前戸ニーナですそしてモンスターボールがなくて困ってます達也ですそしてモンスターボールってなんだろうミッチです <laughs> 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 この最高の3人でお送りしますモンスターのボールやぜモンスターのボール何ーモンスターボールってあれだろあれよ,あれ,よあれあれはいというわけでこの番組ではメッセージを募集しておりますメールアドレスは 797- f m g i n o 1 c o m アドレスはすべて小文字で 797-fmginoan.com 懸命にドラゴンアイズと入れてくださいねまた f m g i n o 1では Ustream とツイキャスでネット配信をしております f m g i n o 1のホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみくださいっていう感じなんですけどもはい今週何かあった今週はウェイ あ今週友達のおで飲んでてよく飲むんだけど相棒の子がやっと人見知り治って会話できるようになったお子さんが会話っていうかおばさん相棒のお子さんがお子さんがね前まで人見知りやばくて触ったらすぐ泣くばう最近はもう大丈夫チョコ食べる人って言ったらはい。 再発あじゃあひとし見ひ見しりが治ってきたってことだね見ない間にすぐ成長するよね子供ねね近くなるの早いわ確かにそしてそして誰そして次何誰はい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 じゃあたちゃんあマジやばえまだイライすごくないすごいそういう感じなんですよ何とかボールって言ってたじゃん最初にあれ何あのボールといえばモンスターボールなんですけど最近流行りの ポケモン GO ポケモン GO 流行ってるよねあれ危ないんでしょみんな気をつけてねチャリンコ乗りながらやったらダメだとね、盗難されるんでしょやってるんでしょタッチャンが僕はもうやってないですボールがなくてボールがなくてどういうことなくなるわけなくなるどんな人増えるわからんえ、ポケモン GO っていう仕組みがわからないんだけどどういうことあれは歩いてたらポケモン出てくるよ ピカチュウとか。そう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 。カメラモードにして歩かないといけないってこと。うん、しなくてもいいよ。あ、そうなんだ。ただ歩き回ればいいんだ。うん。そしたら。そしたら。こ歩かんからな。ポケモンのボールが。ありますよって言って。うん。それをゲットする。そうそう。へーあれも相当今流行ってるよね。あれ、あれでしょ車運転しながらやって。この検挙率っていうの。 相当増えたんでしょなんか公共の施設とかまあ神社とかちょっと神聖な場所は歩き回らないでくださいみたいなのは出てるみたいだけど、うん、熱中するのはいいけどね、うん、まあ面白そうだよねそんなに世界中でダウンロードされてるってことはだから一回見たなんかどっかの海外でシャワーズっていうポケモンがどっかに現れたってから100人が走っていってからわおへえもうすごいねごい、まあ、ある意味いい出会いになるかもねすごいが。 司会かなんかしてたイングレス？あそうだイングレスだっけあれあれと同じような感じらしいですよ。ただポケモンの方がすごいからかなみんな知ってるし昔ニコ生動画まあ今年だけどニコ生動画のイングレスっていうまあそういうポケモン GO みたいな最初に出たような GPS 使ったゲーム GPS 使って動き回らないとできないようなゲームが沖縄県地区で開催されて大会ってこと？大会があってそれのなんか この青チーム緑チームって分かれるんだけどそのゲームの世界では、うんうん、現実でもそうなんだけどその私は緑チームの女神役をやった <laughs> 女<神>そう<ぇ>あの新都心で那覇の新都心公園で大きいねじゃあ,そ<う>あ相当な人数相当人集まってて世界中から集まるよねあれそう,そうなの、うん、でなんかちゃんと神社まで設立っていうか、まあ、神社まで作って。 それで私は緑チームのミコさんっていうことであいやと、ね、女神役をやって俺もウとうとうしに行けばよかったなニ個生動画やりましたけど <laughs> まあそういうのの次は「ポケモン GO」なんだね次の世界はそう,そういえばあれだ俺も「ポケモン GO」の大木戸博士ってよく言われるえっとね<え>今週僕何したかっていうと <laughs> あ本題に行きましょうい大木戸博士あっやっぱ リナ <laughs> <laughs> ちゃん今週何した？そう今週というかね今日なんだけど今日実は私あのとあるあのオーディションがありましてあ,あれな。うん あのとあるオーディションがありましてあ <laughs> <laughs> あののー、なだだっけか、あのーあのーあのー、ブライダル関係のねうん、うん、オーディション版だったんだけど今日10名ぐらい集まっててやっぱ緊張するじゃない、うん、1>, で1時間ぐらい待ち時間があって今日待ってたらなんか私以外どうやらなんか名前とか年齢とか聞いてたらみんな12歳とか13歳だわけ。あれキッツえ子供 もうほぼなんか中学生とか高校生ぐらい、うん、私が一番最年長で、まあ、えーみたいな、うん、まあちょっとかん別の意味ですごい緊張したんですけどまあ落ちてるかね受かってるかは分からないけど楽楽ししみみですすねねに待ってますけど、ね、もうあ今ね、ね黄色い顔の人さんからメール来たけどブライダルで12歳。 そうなんですよ実は沖縄県内のオーディションまあたまになんていうのたまたまかもしれないんですけれども今日のオーディションはもう13歳14歳平気でいましたねしかもハーフ限定だったから今日はあら、えー、<う>たっちゃんの好きな感じだね12、3歳ね12たっちゃんそんな若いのああ食べちゃうの <laughs> <laughs> いや食べないわ <laughs> いやいやいや,いや見てるだけやわ はい、いやそれも違うわあや <laughs> くうんって言いそうになんだけどでもやっぱりハーフだから、うん、あの見た目はさやっぱなんていうのかな日本人とは違くて身長もやっぱ高いし、うん、顔も大人っぽいわけだから13歳14歳16歳とかでも平気でもう2526歳っていうかもう大人の女性に見える子ばっかりで今日はその中に本物の大人は私が混ざったんですけど、うん、はい。 そんな感じでしたね今日は結果わかんないんだけど勝ってるといいねそうだね勝ってるといいねでこの13歳大好きタッちゃんは何,何したの今週13歳大好きじゃないけどうん、うん、今週ですねあそう初めてお<う>ゴルフをしましたへえちっぱ違う違う違うあでも打ちっぱ3回ぐらいしか行ってなくておおおおおいきなりロングホール18ホールおー回ったんですけどまあ OB 行くね OB ってなんだろう 森のとこ飛んでいってボールのとこに行けそう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 スアウトってこと？そうそうそうへえ百三十一だいいのか悪いのか分かんないけど俺も分からんねでも何かねゴルフってまあイメージだけど今はみんなに広まってるけどセレブのなんかスポーツってイメージがあるからたしなめるとなんかかっこいいですよねすごいあのスポーツらしい昔はあれでしょスラックスにポロシャツしないと入れなかったんでしょあこれ会場に。今回も言われたあそうなんだ ポロシャツじゃないとダメだぞって言われてわざわざ新しく買いましたへえ立長 <laughs> いいねはいはいというわけで番組進めていきましょうかはい、はいはい、今回のテーマ発表します今回のテーマはちょっと早かったな <laughs> もう一回 <laughs> 今回のテーマは 夏です夏にちなんだ皆さんのエピソード結構広い範囲で得点は決めましたけども夏にちなんだメッセージお待ちしておりますはいリスナーの皆さんどうぞ夏ですよもうちょうど夏始まりました夏祭りでしょ夏休みでしょ他はお盆お盆も近いでしょ海開き海開き海バーベキュー花火花火ねたくさんありますけどじゃあまずドラゴンアイズのメンバー 夏といえばたっちゃんは夏っぽいね夏っぽいやろみんな見えてないと思うけどたっちゃんは夏っぽいよワイルドだよねたっちゃんはね見た目がねやっぱりね。だって胸毛20センチあるもん20センチ一本だけな一本だけ20センチってすごくない大事に育ててる何毛っていうのそれそれもう胸毛じゃないよねいや胸毛さん ハハハハンハハ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 じゃあみんなは何か夏夏い、ね、えば、ね、学生の頃と社会人の頃の夏休みがねじゃなんかね違うよね違うねさ仕事してからさ、うん、あんまり暑さを感じなくなったはあ要はあの俺室内の仕事が多くて、うん、だからあれなんか最近夏暑くないなと思って、うん うん、たんだけどここ最近ちょっと外に出たらやっぱすんごい暑いな夏 <laughs> でも沖縄の夏はさ直射日光すごいし日差し,、ね、日差しが強い,、ね、強いからじりじりするね夏か夏だったら私夏休み小学生の時に小学校4年生の時に、うん、東京ディズニーランドで一人旅した記憶がある<ん>でもその時にさ 言われたのが一人で行ったんだけどいとこのお家に行くために行ったんだけど、うん、リュックサックを背負わされて行ったわけさ、うん、そしたらなんか東京とか,なんか都内っていうかこう都会はぬするがいっぱいいるよって言われて <laughs> リュックサックは後ろにしょわないよみたいな前にし、ね、ょうものだよって言われて、うん、もう小学校4年生にそんなこと言われたらちょっと怖いじゃん、うん、沖縄県外から出るのも初めてなのに。うん、だからう、ね、もうずっとディズニーランド中はもう 前にってたこのリュック他の人からしたら暗視大事なも入ってると思ってるな怖いよねルヌスルーがいるって言われてたけどねあの時携帯とかない時期だからね迷子だったらどうするんだろうねガラケーだったその時小学生の時って携帯ない違うピッチじゃんそうだねピんな黄ケベルポケベル時代じゃないえ小学校の時そうだったポケベル持ってないけど俺もないけどええそして黄色い 顔の人さんからメッセージ届いてます。リュック前に抱えてる人いない、わら。いないでしょう。ね確かに、もうさ、いないと思う、今は。いたとしても、あれ違う、この後ろにも背負って、持ちきれないから、前にも。逆に、それは見ないな。ああ、ランド、このランド、カバンも近くしなかったの?。あ、したしたした。あんな人しかね。いかにさ、沖縄がこう、田舎っぺがみたいなのはあるよね。ちょっと偏見あったけどね。 はあ、い、ああるるる僕はねずっとエース走ってたからお何役、えー、最初は締め太鼓締め太鼓今なき青年会もうちょっと潰れちゃったんだけど,ど、ねうん、で一応そこでやっぱお盆が本番だからお盆の3日間が道順でやるからその3日間にかけて猛練習するわけ夏休みにうん。 もうこんな暑い時期によほ<う>これがもうやっぱ思い出かな学生時代はなるほどちょうど今も前頭ー祭りに向けて各青年会がもうなんていうの練習してるよね,ね、うん、本当に朝から晩まで練習するけど、うん、すごいみんな真面目だよね青年会の一応やっぱあれによるかもね青年会、まあ、各所によって違うと思うけどやっぱちょっと先輩が怖いとか,あ<ー>なんかやらないと本当に怒られちゃうとか。 本気でやれお前みたいな縦世界が実はあるかもしれないね各青年会によっては。とかねやっぱ伝統なところとかあるさ例えばやけんなとかねあんな大所帯とかはちょっとねあれかもねだからこそすごいクオリティー高いもうのがっとできるんだろうねあんなねしっかりまとまってやった方がかっこいいからね。まあね確かに エイサーといえばさ、エイサーナイトの私、司会してるんですけど、うん、沖縄市の、うん、今週末で最後なんだね。よ。あら今<週>あ、宣伝しちゃって。今週の土曜日、何時かちょっとね、忘れたけど、うん、コザウェブで皆さん検索していただければ、もう最後の、あのー、<laughs> エイサーナイト2 0 1 6コザミュージックタウンで行われるので、ぜひ遊びに来てください。多分ね7時半ととかそのあたたりだったと思う いい夜、やっぱエイサー、夜だよね、そうもうね、それでね、沖縄市内のエイサー団体、たくさん見てきたんだけど、この関わったおかげで、かっこいいね、かっこいいよ、沖縄市は。エイサーの街っていうだけあって、全部がうまいからね、ほんに。しかもなんか、イケメンに見えるんだよね、このエイサーのあの服装を着るだけで。聞いたか、みんな、エイサーしようぜ。 キラッとして見えますね、うん、はいそこでメッセージが来てますありがとうございます黄色い顔の人さん、はい、夏昔海で父の両手に兄と姉が捕まって遊んでたら父が溺れて助けを求めた兄も姉も笑ってたらしいそれ以来海に入っても膝下までが我が家のルールです <laughs> <laughs> 膝下までだけ膝下って。というかさ子供たち捕まってお父さんにすごい頼ってたのにそのお父さんが溺れちゃったんだ。でもさ溺れた人って強いんでしょ結構引き込むぐらいのパニック状態だからだから溺れる人助けるときは気絶させるんでしょ溺れさせて気絶させてその後とに引き上げるんだよね。都市伝説か違う やっぱ危ないもんね、うん、俺人生で2回溺れてる人を見たけど見たんだ見たっていうか友達が、うん、あのって言っていいか分からんないけど濱賀島の大きい橋があるさ、うんうん、あっちから昔ジャンプして遊んでたわけあ悪い子だなだけどやっぱ金づちな人だけどやっぱジャンプはしたいなみたいな <laughs> っていうお友達がいて、うん、まあ自称マイケルっていうんだけど、うん、その人が飛んだ やっぱんでれあ泳げないから下で俺なんか待つだけ、うん、でそいつジャンプしてジャンプしてふーみたいなジャンプまでいいんだけど海に着いてから泳げないわけ必ずしだから必ずしだから、うん、で友達のこうちゃんが助けたんだけど溺れてる人力が強すぎてもうこうちゃんも溺れそうになって、うん、必死で捕まえてく無理やりもうテトラにやったんだけどテトラがフジツボだらけば <laughs> 2二人腕血だらけを暴れまくってから。 怖い、やっぱり気絶させてからが良かったから気絶も怖いけど富士壺の切れ味、半端ない海はね、いろいろある、怖い、怖い皆さんもね夏、遊ぶところいっぱいありますけど気をつけましょうねリスナーの皆さんは夏、何をしますかぜひ教えてください。待ってますすささんんんんからメッセージで皆こばは こんばんばは先週ありがとうございます先週ねシグナさん遊びに来てくれていつも差し入れもねありがとうございますそしてサウロの心さん悪魔のみの能力者だから金槌だったのかなさっきの何金槌ケルマイケル,イケルそうそうそうあ金槌の話ねマイケルワンピース大好きマイケル、うん、こ,こいつマイケル・ジャクソンに顔が一緒に似てるわけ 誰のの話 <laughs> 溺れた友達 <laughs> あーそうなマイケル・ジャクソンと顔似てるって言ったらマイケル・ジャクソンちょっと整形疑惑あるんだけど、うん、そんな顔なの一応そ,その子あの高校一緒なんだけどダンス部のリーダーだったわけ、うん、で舞台祭の講演会みたいな感じでマイケル・ジャクソンの格好しか出たわけやばかったフラッシュの嵐 <laughs> あ,あ似てるんだそんなにデージ似てるへえ<ー>こつ すごいね沖縄の人がマイケルジャクソンと似てる人がいるってことはい、ね、はいというわけで今日のトークテーマ、はい、サマーです一旦 CM に入ります今後もメッセージ募集してます乗ってる、ね、メリープライドのたちゃんが喋ゃべる音楽服の時に、うん、曲の時に 次の何あ。じゃあ、ちょっと話してからか。はい。30分ぐらいにってことか。うんうんうん。30分ぐらい喋らないといけない。結構あれだね。コーナー行きたいぐらいだね。今、聞こえてる聞こえてるよ。こんにちは。こんにちは。そういえば、俺先週、選手、うん。 あれに似てるって言われたわけ。何だったな。えっと、待てよ。ユンピョウ。ユンピョウ。ユンピョウユンピョウか。でもお前ちょっと、韓国っぽい。そう俺よく言われる。ね。なんでマイクのカバー赤なのそれは、僕の心が情熱の赤だからさ。ちなみに、達山です。私だけ、ダークのブラックです。なんでなんでそれは。 腹が黄色いから <laughs> 誰が黄色の顔じゃそれ全然ダメだよ CM でぐざるのやめてじゃあ一発芸あ,あと10秒だよと一発芸考えようなあで今日のテーマはサマー「サワーズ」なんかうれしいってどうしてうれしいの 黄色い顔だから <laughs> 黄色って言ったから <laughs> <laughs> いいですね。皆さんは夏は何をしていかがお過ごしでしょうか今何してるのあそうだ、ね、今何してるのみんな。なう満喫で。満喫でウォラー飲みながら。1, 1、2、3。 今回のテーマはプル,ル,ルンサマ絶対今ノイズ入ったわ <laughs> 誰がジオン今日のテーマはサマー夏夏、といえばえっとあの具志堅洋校が昔セミ食べてたって言ってた そんな話は急に。あ、でも、うちのおじいちゃんもセミ食べてたことあるって言ってた。あこの話広がる?。肌って、あれって、昔のセミ食べるってよ。そう。死に脂っこくて苦いって言ってた。っこくて苦いんだ。パリってるって、パリってるって。死んでるのダメって言ってた。あ、そうなんだ。生きてるのじゃない。苦いんだ。聞きたくなかった。セミといえば、FM 儀乃湾の窓にはさたくさんのヤールがね多いね守ってんこっち神聖な場所だぞ五匹ぐらいいたよね今日も行ってなんかその五匹の中でなんか何？一匹リーダーシップリーダーシップを取ったヤールがヤモリがなんか食べてたよね食べる瞬間を三人で見たんですよ取りあえず取りあえず言ったら3匹で結構さあんな虫よけるようなあの打ち合わせしてる時きあ怖い怖い 天井からニーナちゃんのペーパーにそうマイペーパーにいきなりすっごいでっかい悲鳴がさでっかい悲鳴やってから FM 技能のスタッフ総出で10人がかりでバ <laughs> ッサーしてから「大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫ですかでもさ怖いよね普通にさあのノートとか書いてたら <laughs> いきなり天井から得体の知れない6本の足の昆虫が落ちてきてすごい今日びっくりした。 びっくりしたよだよな俺たち二人はニーナちゃんの叫び声にびっくりしたな、うん、ニーナちゃんは叫ぶとき重低音だからな <laughs> 違うでしょキャーって言ってたからねキャーってウーじゃないからね違いますキャーでした実際聞きたい人はねあの <laughs> FM 技能なんですましニーナちゃんに失敗したらね <laughs>、うん、ウォーっていう変な変な方来たら困るからやめてくださいはい、はい、ということで,で今日のテーマはサマー,サマーメッセージ来てます 花子さんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。花子です。花子の夏は大変なのよ。なになに紫外線が怖いので、できるだけ昼は歩かない。<お>なので、夕方から動く。<お>ちなみに、夏は焼けないさーミないとチムサ、ちむさ、ちむわさわさする。なるほど。やっぱね。紫外線怖い。ね、怖い怖い怖い。 紫外線うん、怖い私さ、今週の月曜日に、<お>氷島に、あの、お仕事で行ったんだけど、ビーチで。はい。見て、こんなに焼けたんだよ。わ<え>かるあすっごい焼けたの。だから、紫外線が、うん、怖い私も怖いはやっぱじゃあ、日焼け止め。 バッ塗って日焼け止めももう1時間に1回ぐらいは塗ってやるんだけどそれでもう焼けるねあれ1回塗ったらいいんじゃないのあきまへんでたっちゃんあれ紫外線の UV のクリームっていうのはあれは汗で溶けてなくなるっぽいので本当定期的に塗り続けないといけないんだけど私もそれ気をつけてめちゃくちゃ塗ったのにそれでも焼けたね。 だからマイクが黒いのか<わ>なるほどな, <laughs> な,ほどな違いますあの、スタッフがね、黒いのにたまたま当たっただけです、スタッフが用意してくれたマイクがね。ニナちゃんだけ特別まましいなうらやましい、はいなということで、花子さんも紫外線怖いということで、やっぱ女性は、ね、やっぱ日焼け嫌なのかね、それともだってうの黒くなるのが嫌なのかね、日焼けじゃなくて、やっぱそうじゃない、黒くなる方じゃない。うん、黒くなることが嫌なのか、日焼けで痛いとかじゃなくて、黒くなるのはいいけど、うん ヒヒリヒリするのが嫌だ痛いよね、うん、え沖縄の男性の方たちが黒い女性とか、うん、まあ小麦色の女性がセクシーって言ってくれる人が多ければ焼くよ私たちもセクシー,クシー待て待てタッちゃん品川障子ぶりにいっちゃダメだねせーのセクシー <laughs> 準備してないよな、今、2年前からチーン準備してないよ、自分で振っといてからな、ミキティみたいなの、でもさ、そうよ、そうよで、南米とか、ほら、逆にヨーロッパとか、そういう白人さんたちはわざと焼くからね、め、ね、あの人たち、黒じゃなくて赤いさ、痛々しいやつさ、あー,ね、あー、待って、嬉しいメッセージ来ました、サウロの心さんからいただきました。はい、ニーナさん今のままでいいよ ありがとこれイケメンゼリフやなじゃ逆に男はどう黒い方がいいのか黒い方がいいのか色汁がいいのかまあ沖縄県内の私のたった一人の意見ですけど白よりは黒小麦色が好きだねなるほどブラウンブラウンなるほどだってさ男の人がさなんか いなんていうの水着で上半身裸の時に真っ白よりもやっぱ黒の方が引き締まってどうしても見えちゃうよねなるほどそれはある<ー>みんな黒でシグナスさんがいらっしゃいましたあらあこんばんは今日は FM 犠牲湾にいつも来てくれるシグナスさんが来てくれていますありがとうございますそしてニーナちゃんのこの一言でサウロの心さん明日から日光浴しよう <laughs> してくださいぜひぜひ日光浴なんとか D ができるんでしょう。ビタミン D だっただ日光浴に当たらないとできないビタミンみたいなのがなんとか D ってそうビタミン D みたいなそういうのができるからね<ー>、はい、ということでぜひあの花子さんも怖がらずに焼けてもいいんじゃないどう <laughs> いさっきさっき分かるって言ってたしなすぐ裏切る なんでよ <laughs> まあ、ね、気をつけてください <laughs> 子供とかはね日射病とかありますんでそうだね,、うん、うだねもうさうもう黒いからさもうあれだわけよもう後に引けないじゃんもう冬になるまで白くならないから黒を推薦するわこん今日からニナちゃんは海で泳いだりしないわけじゃいやそれがするよ <laughs> それがするんですよそれはしますよそれはじゃあもう薄政は日焼け止めなら 焼けないそれなこういう人にな沖,沖縄の女性は水着を着ないって言われるわけよ水着を着ろよえー、でもね水着着たってねこういや俺多分だけど沖縄の女性がみんな水着着たら沖縄の経済効果軽く上昇するよ軽く上昇するな水着は売れるわビーチに人は集まるわ海の家から飲み物から何でも儲かるよそう女性はね、えー、なんか 頼むよ <laughs> 頼むからみんな水着を着てくれよでも氷島は結構観光客の人たちはみんなビキニだったよへえ<ー>みんな,あちなみにさ、えー、っももしビキニとか着る機会があるとするじゃんうんその時にやっぱ男性だからちょっと目がいっちゃうっていう時があるかもしれん、うん、どこにあいやまあビキニ着てるわみたいなあ,あ<ー>水着着てるということで可いい子がいるぜって、うんおうん、その時ちょっと見られるっていうのは女性からしたらやっぱ嫌なの なんかさ<ー>コンディションによるよねうわ今日ちょっとぽっちゃりしてるとかなんか昔と体型が変わったわっていうことになってるとなんか何見てんねんよみたいな逆上しちゃうけど,な,ど、ね、なんか鍛えてる途中とか、うんまあ今日はコンディション綺麗にダイエットしましただったらもう見て見てっていう、まあ、人によるよね<ー>これね私を見てデーがあるのねいやーどうだろう沖縄の人シャイだからね女の子も男の子も自虐にタッちゃんは水着着るそれとも上着なんていうの シャツは着るちょっとめめしいけど着るわ俺はあんに何て言って自分は自分はこれ経済効果がね経済効果確かに目投げ20センチあるからげ20センチ相当あるから隠さないとあと流されちゃったまずいから流されちゃったねこれ何ガンかけてんのガンかけてるからなんか願い事が叶った時にプチって取るのそうあの北海道まで届けっていう願いが。 ちんね、これも本当ちチンだね。<laughs> はいというわけで夏休みといえばあ夏といえば夏休み。あ夏休みね今日はテーマはサンマーです。ち<う>っちゃい頃勉強とか夏休みの宿題がきっと学生たちは苦しんでる頃だと思いますけども、ね、宿題はあれだけど夏休みに人生で一回もラジオ体操行かかなかった、ね、スタンプ集めろよ。 集めねよ6時に起きれるわけねえだろ早いよそういうんかさ体操効果ってあるのなんか朝から踊っててあるんじゃんやっぱやっぱ理由があってそういうのもけてんのかなやっぱラジオ体操いいらしいよだから今まで音楽も変わらないでねあれも変わらんさタンあの人年取らないよねうんこの音楽聴いたらガンツ思い出すやつさガンツ というわけでここで一回お知らせを入れてもいいでしょうかいいですよはい何でしょうか、えー、株式会社メイリーブライドさんからです、えー、イベントの告知です振り袖展示会が開催です8月4日から16日までそして、えー、8月の前撮りキャンペーンということで8月に成人式を前撮りすると小物セットレンタルが無料そして当日は 手ぶらで OK ということで金額は振袖一式レンタル25,000円。レトロからナチュラルまで今のあなたが求める振袖を数多く取り揃えています。とということでえ今月、今年成人式予定している方は8月に前撮りしてみてはいかがでしょうか。以上、メイリーブライドのお知らせでした。 あら可愛い,い <laughs> そうメイリブライドさんがなんか今月キャンペーンしてるんだってうん、うん、なんか成人式ってお金かかるイメージじゃない、うんうん、かかりそうだねでもねここはもう手ぶらで行っていいみたいなのでいいねそ<う>楽だね、もうちょい結構忙しいイメージだったけどうん、うん、きっと、えー、あ髪飾りとかもあるから。 ね、旅とか髪飾りも手ぶらで行って OK で、まあ、前撮りとか写真もすべて込み込み中の込み込みで2万いくらからかだったうん、うん、2万5 0 0、ね、千円安いよね、うん、ぜひぜひ期間限定なので聞いてる方行ってみて、はい、お問い合わせしてみてください、はいはい、またねグーグルさんでもねメリーブライドって言ったらホームページが見れますんでね、うん、うちのね、えー、ドラゴンアイズのあそうだね フェイスブックからも飛ぶことがで,できますのでの、ね、情報を参照くださいいい返事 <laughs> いいねということで今日のテーマは,ーマは夏,夏<ー>ということで皆さんのメッセージもお待ちしています 夏何する？<夏>どこ行く？皆さん旅行に行く方とかいるのかな？夏休み欲しいよ。夏休みね。久しぶりに一ヶ月ぐらい欲しいよね。あ、俺去年夏はあっち行って沖縄島一泊。あ、いいね。時間がゆっくり過ごす。かそうだっ。え、時間よ。やばいぜ。同じ二十四時間と思わないほどのゆったりしたなんか行っていいのか関係いなかっ ってていうのの分かる分かるなんかね説明スピードがほっとする島うんもうあれ音楽もテレビも何もいらないへえただこの民宿でなんていうの飲んでるだけそれだけで僕幸せでしたいいねやっぱさ大人になったらこんな時間必要なのかもしれない大事だよねちょっとな俺も休みたいわ私も休みたいわでもさうん この年になって、結局一ヶ月ぐらい夏休みもらっても、無駄にしそうじゃない。うん、多分絶対満喫いくかも。ええ。俺もそうかも。いいね、満喫いく。俺もそうかもしれんな。うん。なんかさ、話は飛ぶけど、夏休みが終わると、なんか髪の色が変わってる友達とかいなかった。茶髪になってる人とかいたよね。みんな染めたこと、あ、染めた。ずっと染めてた。あ、染めてたの。ずっと染めてた。やっぱ夏はちょっと調子乗っちゃうな。なに、あの。 何年生の時にえ小学校も中学校も高校もえ小学校1年生から染めてたってことうん高学年56年生、うん、では自分で染めるのそれはいとこのねーといとこのねーが染めて <laughs> ヤンキーの影響とかねお姉ちゃんのミッチヤンキー僕、うん、そうです僕スーパーヤンキーです <laughs> 自分で染めるやつ絶対違う <laughs> ヤンキー違う違うよね <laughs> ヤンキーって自分で自分のこと僕ヤンキーって言うの僕ヤンキーって言わないヤンキーの由来ってなんだろうねヤンヤンヤンボヤンキーヤングなキーボウ不良はあれでしょ不良品から来てるんでしょへ今で来とこないみたいな感じでじゃヤンキーの由来なんだろうねうん たっちゃん、一応こう見えて元ヤンだから詳しいはずンヤキーに見えないんだけど。たっちゃん、やばかったよ。荒れてたよ。元ヤンキー。もう夏休み前に宿題終わらせるし。夏休みは絶対宿題しね。ラジオ体操はインカ押す係。ああ、すっげえ悪いじゃん。絶対押すぜ、毎日来て。めっちゃいい子じゃん。ちょっと待って。 うちのニーナちゃんもっと悪いぜ。ね<え>言っちゃいなあの夏のエピソード。えー、悪いエピソード。私<う>は私だっ。 で、えー、制服はくるぶしまで伸びてたし<う>スカート長いな、悪いな,<で>な,なんか髪の毛の,あの何後ろだけ長くしてたし<ー> <laughs> すっげえ悪いじゃんでよろしくっていう<ー>あの刺繍がはいを特注して<ー>あの背中にそれ背負ってたし<ー>あと最後に極めつけは。 紫の口紅おおすっげえ悪いじゃん <laughs> はいということで全然違いますよ皆さんただのジョークですけれども太るの方が悪いぜまだまだ続くのかこれこ掘り下げた方がいい <laughs> これは本当に悪い俺が元やんということをみんなに教えてやんぜ何それ、はい、聞いてくれよどうぞ中学校3年の時みんなでウケンビーチで海辺りをしていた <laughs> 悪いな、俺たち悪もう本当ね、誰もね、なんかね、中途半端な人ばっかりだね、今日のこのスタジオ。情報が来ましたよ、黄色い顔の人さんから、アメリカ人をヤンキーって呼んだのが始まりじゃおお、あ、なるほど。ねどういうことヤンキースとか言うよね。違うと思うけど、アメリカ人のことをヤンキーって呼んだのが始まりなのかな。 そしてサウルの心さんからもいただいています。ヤンキーは後ろ髪長い。お兄ちゃんじゃん。兄ちゃんじゃん。だからさ、みんなさ、リスナーの皆さん誤解するから、ただのジョークです。私、いい子だったから。本当に悪い人でかきって言うよね。うよね、昔。いやいや、違います。私、本当いい子でしたよ、皆さん。じゃあ、そろそろ、はい。次のコーナー、行ってみましょうか。ちゃいますか。次のコーナー。今日のコーナー、何でしょうか。えっとね、今日のコーナーは。 こちら避難訓練プチーこのコーナーでは日常の些細な災難を想定し乗り越えるための方法を考えていきます。さあ、こう本日のテーマは、お題はこちら相手の歯に青のりがついてる。どう回避してあげる あるよね相手に歯に青のりがついてるときやっぱさ言いづらいしどうして伝えようか青のりがかかってる料理って大概うまいんだよなちょっと言うのあれだけど今お前前々に青のりついてるよ俺先週歯ないってキャラだったのっつかないわ俺はキャラですじゃあじゃあじゃあいきます避難訓練相手の歯に青のりがついてるどう回避してあげるいける人じゃあニナちゃん例題をどうぞ じゃニノの代わりに僕が行きますはい「やあのはななんでか?」って言って鏡見るように促す一番シンプルやねでしょでも気づいちゃうちょっとあの傷ついちゃうじゃん青のりついてたそしたら「いい」っていうあいい感じに持ってくるそうそうそうこれさやっぱ傷自分についてたらちょっと嫌だよなそうだよね基本でめっちゃ歯出して笑ってた大体こんな時笑ってるからね恥ずかしいねうんじゃあ じゃあ私はこれで回避してあげますんじゃ背負い投げして口を無理やり開いてつまようじで回避投げるの投げれば一回投げるの必要なかったんじゃん悪いねニーナヤンキーだなじゃあ後とからタッちゃんを背負い投げしていやついてないしあそこ次タッちゃん行こうはい自分もつけるなんでよね 自分つけるね回避どころか人勝ちになっちちゃょっと恥ずかしさを半減してあげるってことねじゃあ次サウロの心さんから回避方法届いてます紹介します歯にラメついてるよっていう一緒じゃん違うさ青のりを美化するわけさラメがついてるよってキラキラしてるけどなんでかみたいなそうそうキラキラみたいな風に持ってってあげる優しさだよね優しさかなるほど じゃはい、相手の歯に青のりがついてる私はこう開閉しますねえねえイカスミ汁食べようと誘うなるほどね上書きねあそしたらさもうみんな黒いじゃん真っ黒になってるからベロも黒いじゃんあこれいいねいいね優しいね青のりを気付かずにいけるねそうそう友倒れしようっていうことじゃあ俺はい俺ははい ウケンビーチで海蛇狩りしていこうヤンキーだなヤンキーヤンキー関係ないやん海に行ったら多分口でねどうにかねなんとかなるね青のりなくなると思う海水のだりってで青のりついてんのにさ海蛇狩りに行こうになるわけだって俺もヤとやんだからさいやいやいやなるほど次次の方はい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 ちょっとあのえ終わりちょっとあの いいね、優しいね。違う違う。前振りちょっと入れたかった。じゃあ、前少女漫画でありそうな。じゃあ、はいはい。相手の歯に青のりついてます。と回避してあげる。歯に青のりついてるぞって取ってあげる。そして食べる。切ったなたやし。これさ、しかも相手13歳でしょやだあれさ、少女漫画でよくあるじゃんほっぺにつけてごはんついついたぞって。ごは粒はいいけどさ。 歯についてんだって <laughs>。結構な時間ついてない。だってさ、歯にのりがつくってことは、なんていうのだって、のりって乾燥してるものがついてない。容体だらけでしょう。容体、容体だよ。でも、漫画では食べてるぜ、<laughs> あれ。汚い。でもまあ、できるんだったらやってみて。た分たっちゃんは、それが夢なんだよ、多分。<laughs> じゃあ、黄色い顔の人さん、回避方法届いてます。はい、もっと、青のり食べよっか。 あ私見てね,るねイカスミ汁食べようみたいなううきさらに青のりでなるほどね,ねえこんな時に限って相手がなくなってルーがつく場合な,なるほどねうんまあじゃあはい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 私じゃ回避方法はこれですカメレオンを使って笑った隙にカメレオンに食べてもらう SE だ <laughs> SE で, SE でったす,すごい壮大なスケールじゃない<う>青のりついている人に不快にさせないようにカメレオンを持ってくる <laughs> ちょっと待ってカメレオンが下に来る時点で不快です<笑>で笑った瞬間にペッやるんでしょそうペッ取ってくれよ教えてくれよじゃあ俺じゃあ俺はじゃあ逆に教えてやる教えてあげる、うん、はい相手の胸ぐらをつかんで おめえの歯、何なんだよっていう。ヤンキーだな。ヤンキーはね。あおりついてるやつに向かって。そう。お前の歯何なんだよ。舐めてんじゃねえよ。舐めてんじゃねえ。むしろ歯舐めろよみたいな感じなそしてそのヤンキーはこういう。前歯がないんじゃ俺やねん。相手俺やん前歯ないからさ、つく場所ないね、じゃあ。歯茎に。歯茎についてんだ。 たっちゃん、歯ぐきもうどうすんだろうね、歯ぐきたぶん食べてないと思うよ、青のりつく料理。たっちゃん、歯ないからな。というか、歯あるわほんまいきなり来たね、今、スマッシュ来たね。スマッシュ来てから、もう返すの精一杯もうウケるわ。先週先週じゃないの、先々週から言ってます。歯あります。そうよね、たっちゃん、あるっぽい。しかも先週 定言くじったわりに二人忘れてるだからやな <laughs> 俺が覚えてるって <laughs> はいはいじゃあ次いきますサーロの心さんから回避方法届いています紹介します「君についちちちぎり絵」ちちちぎりとい<言>うハりハという。 だから、多分お俺、歯に青のりついててよかったってこれ、今度れじゃあ、ょっと説明しようね、まず、相手はたっちゃんね、俺な、で、本人は黄色い顔の人さん、はい、じゃあ、黄色い顔の人さん、たっちゃんに青のりついてました、どう回避する ?20 センチの胸毛で、歯ブラシを作って、そっとプレゼントする、磨けってことていうかさ、20センチの胸毛で、足りねえ。 歯ブラシにしては足りないけどすぐすぐ歯ブラシ広がってそういやいやいや,いやまとまりますけういやっとあのどうやって作るの極細でいい感じに歯の奥までいくと思うよ <laughs> あ逆に挟まりまたっちゃんの胸毛はあれか作れるぐらい太さがあるってこと太くて長いそうそうそう太くて長いあのー、太くて長い <laughs> 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 すごいね想像したらすごいね1本だけでしょこれなんかどこまで伸ばす予定ですかたっちゃんはえーっとね2 3ンチ もっと伸ばしていいよも,いも,いもっと伸ばしていいし <laughs>、うんだけどね3 0ンチぐらい行ってもいいよねもの差しぐらい行こう<それ> <laughs> 仮にさこの海でまあまあムキムキだけど胸毛が1本2 0ンチあった男性を見てニナちゃんどう思うまあまあムキムキでも胸毛が 1>, 1本だけ2 0ンチいや全然 OK まあまあムキムキだったら1本ぐらい一緒一応知らないと思うけどたっちゃんまあまあムキムキやであー うん、どういうふうにコメントしたいかわからないですね。そうだね。ムキムキだぜ、本当にたっちゃん。ムキムキ、ええ。僕は結構ムキムキです、ね。いやいやいや、自分で言っちゃってる人はさ、大概。そう,そうでもないからね。えー、ぶよぶよ。怪しいよね。ぶよぶよでしょ本当は。ああ、もうなくて、ぶよぶよでしょムキムキや。ムキになっちゃうぞ。はなんだろうな、青のり。 かけど意外と青のりのある食べ物って何だろうねえきたこ焼き焼きそば焼きそばお好み焼き夏だからね夏祭りで焼きそば売ってるさ屋台にうん気をつけてみんな青のりついつそうしかも全頭であいっぱいいるしてるさんて言うよ全頭祭りで青のりついついついああ分かった分かったビールおごるからビール買いに行こうっていう ビールで洗い流すビールで洗い流すいいかもねいいよさあこんなあの私たちの空気感を読んだのかこんなメッセージが届いてますサウロの心さんからです今日なんかみんなおかしいねいつもじゃい <laughs> でもね言ってる意味わかりますよそうそう今日はみんなおかしいよ <laughs> どのあたりからおかしいムダ、ね、毛から狂ってきたムダ<の>毛ぐら。へんからかじゃあもうこれは全部黄色い顔の人さんのせいです いやお前責任を取って謝ってくださいなんでそんなことになるんですか謝罪してもらおう <laughs> <laughs> はい、はい、そんなことしなくていいですよはいというわけで今日はコーナーこの辺ですけど他にあるか内容ね今日はないねこの辺だね、はい、そして今日はあの一番輝いた発言をした人に勝手に表彰する、えー、ドラゴンダイブアワードこの後に発表しますのでぜひまだ聞くだけリスナーの方は 一言だけ今送っても構いませんし今までの何面白いなって今ピンときたメッセージを送ってください結構ねこの CM の間に選ばれる方、ね、多いね、はい、みんな今狙ってけテーマは「サマーですからね、うん、今日うんまあ何でもいいよはい、はい、送ってくださいというわけで「避難訓練プチ」のコーナーでした CM です 1> 1はいということでドラゴン。 アイズ順調にお届けしておりますあれ今タイトル忘れてたなちょっと怪し,く、ね、怪しかったないえいえ忘れてはいません皆さんドラゴンアイズ <laughs> また間があったけど <laughs> はいということで今日のテーマはサマーということで皆さんにテーマをお届けしてきましたが、うん、最後はドラゴンダイブアワード、うんはい、一番キラキラしたコメント今日も輝いてたな輝いてたな 今日も輝いてたね、皆さん。ということで、選ばさせてもらいましたので、今日はミッチに紹介してもらおうかな。それでは、いいですか、い今日のドラゴンダイブアワードは、黄色い顔の人さんサマー、サマーズ三村が寝ていると、美人の幽霊が胸にのってきたので ここずっとばかりお尻をもっと消えていきました。めでたしめでたし。<laughs> やっぱりこの C.M. の間のー。あ、C.M. の間だね。<laughs> ということで今日のドラゴンダイブアワードは黄色い顔のひとさん受賞しました。おめでとうございます。えー、すごいで、ね、す。夏だしサマーだし。 幽霊もこのやっぱ夏夏いえば、うん、そうだよねすべ、ね、てを盛り込んで輝,輝くわねえサマーズ三村が寝ているとこれ本人の話ではないってことこれそういうふうにこのサマーズの三村さんが一たの黄色い皮の人さんが聞いたん違う聞いたんだお尻を揉むと消えていきまうけどたっちゃんもね美人の幽霊何回も見てからこんな感じのしたんでしょうん俺の場合は消えないよ はっちと続け13歳 ?13 歳ではなかったね13歳たっちゃんこえなるほどねまあでも幽霊話とか怖いいつかやってみたいけどラジオでできるのかねできるかな怖い話ねみんな持ってるかいラジオ怖い話一つ一つが長いさあないいよな怖い話な確かにねこれ見ましたあれ見ましたとかでいいかもねでもさ聞いてみたいよね聞いいてみたなそうだねあっちで 幽霊見たとかねいっぱいあるよこれ FM 技能ならではでちょっと今度特集しましょうかやりたいね怖い話を募集目撃目撃幽霊さん幽霊さん幽霊目撃はいじゃあ来週のテーマは幽霊話でいいの幽霊来週いいね沖縄のあ沖縄の限定じゃなくていいか日本全国でみんな見てる聞いてるのであ 怖い話ダイスキリージャマシャさん怖い話をじゃあじゃあ特集しましょう体験談体験談このテレビで見たとかじゃなくて友達から聞いたとかでもいいねいいですね怖くしてください怖い話にしましょうか来週のテーマはじゃあ一時間いくぞ違うあそうねまあ状況によってはねそれぐらい取っちゃいましょうはいじゃ来週のテーマは怖い話 怖いねもう幽霊版し幽霊屋敷とか俺いっぱいあるよミッチーが一番持ってるよね持ってるよねうん確かに DJ マッシャさんは怖い人間はいってきて同感です幽霊より怖いよね人間が一番怖いからねそうだよね適量とかねサウルの心さん我が家に幽霊いるらしいでも気づかないサウルの心のおばあは気づかずよ あ,あんた何々買ってこいって言った時多分幽霊がいるから、うん、逃がそうしてからかもねだからじゃがいも買ってこいとか言うかもねじゃがいも買ってこいとか言われるさ、うん、今日は大丈夫らしいなるほどじゃあ楽しみに来週待ってますはいはいというわけでエンディングのお時間です最後までお付き合いいただきありがとうございますまた来週この時間にお会いしましょうお相手は ニーナと、と、達也でしたこの番組は「未来へつなぐ安心をお手伝い」「株式会社ジャストリホーム手打ち麺自家製生麺」のちょうでいごは「かわいい」がたくさん詰まったフォトウェディングの「メイリーブライド」「お酒を飲むすべての世界へ琉球酒豪伝説の有限会社しもじ」の提供でお送りいたしました「小さな南の島から始まる」。 声を通して繋がる世界。合言葉は、せーの。ドラゴンアイス,アイスまた来週た来週は怖い話ですよ皆さん、いっぱいネタを溜め込んでくださいバイ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 。最後に、言ってもいい